おはようございます。今日のモーニングデボーション箇所は詩篇128編、メッセンジャーはジェイソン牧師先生です。神様を神様とするというのが今日のトピックです。6節ありますけども、非常に有名な箇所ですね。今日も再びこの箇所を読んでいきましょう。1節、幸いなことよ、すべて主を恐れ主の道を歩む者は。1節から4節が第一段落です。幸福来自敬畏顺服劳碌，幸福来于敬畏。祝福はこの主を恐れること、そして主に従うことから祝福が来ます。この全て主を恐れる者は祝福されようと。この原文では、主を恐れる者は皆祝福されようと。この主に従う者たち、一般我们做标题可能就把它讲说幸福是祝福是从敬畏神来的。この祝福はすべて主から来ます。4節とつながっています。4節見てください。見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。主を恐れる。この4節で主を恐れるというのがこのメインの文章です。恐れて、そして従順して、そして勤勉であること。恐れるということは私たちの態度です。私たちの主への態度です。主を主、神様を神様とすること。どきどき私たちはそれを知っていますけども、私たちは自分をリマインドして主の道を歩まなければなりません。で、主の道を歩めばこの悪い道に行かずに済むんだ。この主を恐れる、主を恐れるならば私たちは主の道についていかなければならないと自然に思うと思います。なんとサタンも主を恐れています。彼らも 主が怖いのです。この間違った主を恐れるではなくて、私たちは主に従うための、主についていくためのこの恐れ、この感情は違います。で、イスラエル人のこの男性は毎年1回エルサレムに登らなければなりませんでした。で、この都登り、このエルサレムに登っていくときに歌われたこの主への歌ですね。この主の賛美、都登りの歌です。で、イスラエルに行ったときにこの歌を聞いたんですが、非常にこの喜びに満ちた歌でした。しかしこの状況というのは実は喜ばしい状況ではなくて、彼らは苦しい中にもありました。なぜなら彼らが働いた後にこの疲れた体でエルサレムに行かなければならなかったので、主よ、この祭りの2週間後に登ってもいいですかと、休んでから行ってもいいですかと。しかしこのカリエの祭りの日はカリエの祭りの日なので、このタイミングを逃してはいけません。私たちは神様をこのタイミング、その時に礼拝しなければなりません。私たちは主を恐れ、主に従わなければなりません。で、もしこの男性が行くならば、その男性の妻はどうでしょうか。もしこので、新聞と家族が心配なら、家族も全員連れて行ってエルサレムに登っていきました。そして土地が心配、
ぱい、まあ、まあ、本当に主を心から恐れているのは私たちは心配を、置いて、心配のことを置いてエルサレムに登っていかなければならない。その当時はそのような状況でした。なのでこの都の上りというのは従順も含まれています。で勤労2節ですね。勤労の実を食べるとき、就是说呢，啊，你可以吃到劳碌得来的。で、この勤労の実を食べるとき、幸福で幸せだろう。等于是说呢，努力是必须的，但是努力不一定会有好的结果。二節から分かるのは、私たちも非常にこの勤勉でなければなりません。で、勤労の実を食べるとき、私たちは祝福を受けます。この一生懸命働くときに祝福を受けます。もし私たちの子供が非常に真剣に勉強していたら、まあ、ジェイソン先生の息子の話だと思うんですけども、このカフェに行ってこの彼のクラスメートと一緒にずっと毎一日中勉強していました。でこの、このグループですね、友達と勉強したそのグループ、彼らは毎日勉強していました。このパンデミック、コロナが流行ってたのもあって、彼らはカフェで、勉強し合っていました。で、この試験を受けた後に彼らは非常にいい点を取ったので、彼らは神様を喜びました。しかしある一人のクラスメートは勉強が非常に苦手だったので、私の息子が彼に教えてあげていました。でこのクラスメートは多分このあれですね、大学入学試験、受験ですね、受験に落ちてしまったんですかね。そしてジェイソン牧師先生のこの息子はこのクラスメートのために勉強を教えてあげていました。で私はその話を聞いて息子に言いました。あ、その友達、大変だねと。彼は一生懸命勉強したのに受験に受かることができなかったんだと。でこの友達は、あと1年勉強したとしても受験に受かるかどうかが分からないと言っていました。この非常に悲しいことだと。でこの2節ですね、この自分の手の勤労の実を食べるとき、しかしこの一生懸命働いたからといって良い結果を得るわけではありません。この結果があなたの祝福となるのです。この主を恐れる、そして自身に従順する、そして一生懸命働く、勤勉であることがこの祝福の鍵です。私たちはこの段落で分かるのは、働いて主に従わなければならない。そうするときに私たちは祝福されます。本当にこの祝福を受けて本当に幸せということを感じるでしょう。祝福というのはあなたの道がこの成功する、何もあなたの邪魔をすること、邪魔するものはないというのが祝福という意味です。この祝福の豊かさがあなたのものになると。で、たくさんの良いものをあなたは受けるでしょう。
顺服劳碌所得来的祝福啊。这个是敬畏顺服劳碌。これが主を恐れる、そして主に従う、そして勤勉であることの祝福です。三節、あなたの妻、あなたの家の奥にいて、豊かに実を結ぶブドウの木のようだ。あなたの頃はあなたの食卓を囲んで、オリーブの木を囲む若木のようだ。この祝あの家庭での祝福と幸せのことについて書いています。我觉得这一篇呢跟上一篇呢是可以说是扣在一起的。128篇127篇とつながっています。我们看127之前李彦177篇を以前にリアンボック先生127篇からメッセージしてましたね。一節主が家を建てるのでなければ建てる者の働きもなし。劳力是应是应当的，就是劳力是应当的。看守城池是应当的，看守城池是应当的。私たちは町を見守らなければなりません。そうしなければ主は私たちと共におられない。主が町を守るでなければ全て虚しいということですね。一節、この私たちが働くときに私たちは主が必要です。で、町を建てるにしろ私たちは主が必要です。で、そこからその内容から128篇に行きます。続けて私たちはちゃんと働かなければならないということが書かれています。で、私たちは従順し、主の道を歩まなければなりません。この3節ではこの家庭が祝福されていることが書かれています。妻が出てきますね。ここで思い出したんですけど、このある若い夫婦が結婚して、そして花嫁に助者先生が言いました。この花嫁に夫を助けなければならないと。あなたは夫を助けるか夫を破壊するか、どちらかですよと。なので妻という位置は非常に重要なポジションです。で、妻のこの知恵によってこの家を建て上げていくことができます。もし妻が愚かであればこの家庭を破壊してしまいます。まあ、結婚したというか私はそんなに深く考えませんよね。まあ、妻の顔を見て、まあ、妻が可愛いか可愛くないかで決めて、この外見だけを見て結婚すると深く考えません。しかし本当にこの女性が賢い女なのか、それとも愚かな女性なのかという、この見分ける目を持つことができません。そして最終的にはこの良い妻であるこの知恵、妻の知恵は主からのものということに気づくでしょう。そしてあなたの結婚は祝福されるでしょう。もしあなたの妻が愚かであれば、このあなたが主をきっと恐れてないので、この神様が祝福することが難しくなります。そしてあなたの子供も同様です。なので4節、見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。この主を恐れる私たちは、膝をかがめ、そして主を礼拝しなければなりません。私たちはしっかりと働き、神様に、ついていかなければなりません。これも、祝福の一部です。以節から3節はこの祝福されること、幸せであることが書かれています。
なので、この第一段落では、この従順すること、そして主を恐れることを指して、しっかりと働くことが書かれています。で、第二段落、5節。この祝福というのは、またイスラエルとの、私たちイスラエルとの関係から来ます。イスラエルという言葉が出てきました。私は教会と置き換えましょう。私たちのこと。例えばイスラエル、また今私たちは教会ですね。この教会との関係は祝福の鍵です。教会自身もイスラエルとの関係を近づかなければなりません。この第一段落では、主を恐れるとき祝福される。そして第二段落では、この主はシオンの山を通して私たちに祝福を下さるという内容です。祝福はシオンから来ると、イスラエルから祝福が来ます。イスラエルが良い状態であれば、良いものが来ます。で、イスラエルが悪い状態になってしまえば、悪いものしか来ません。なので、教会も同じです。教会が良ければ、良い状態であれば、あなたは祝福され、そして、教会の状態が悪ければ、あなたは祝福を受けることはできません。これは何も私と妻そして子供を祝福してくださいとそれぞれ の、その個人的なレベルではなくて、教会と非常に密接な関係があります。こうクリスチャン、私たちクリスチャンにとって、この教会が祝福されれば私たちも祝福されます。私たちはこのことをしっかり信じていなければなりません。もしあなたが教会から離れてしまえば、あなたは祝福されません。されることは難しいです。祝福は教会を通してくるからです。例えばレビ人、そして祭司たち、そして今では教会スタッフの皆さんですね。なので、この祭司たち、それ教会スタッフの皆さん、知らなければなりません。私たちから祝福が来ると、もし私たちが良い状態でなければ、他の人も、他の人たちも祝福を受け取ることができません。なので、ここでご説明で、主はシオンからあなたを祝福されると。主はあなたを祝福されますけど、その祝福というのはシオンと教会から来ます。あなたは命の日の限りエルサレムの繁栄を見よ。これは主からの命令形になっています。エルサレムの繁栄をあなたは見なければならないと。あなたはイスラエルとつながっているものでなければならない。そして私たちは教会とつながっていなければならない。そうしなければあなたは見ることもできないでしょう。イスラエル、そして教会よりも重要なものはありません。もしあなたが非常にたくさん働いたとしても、このあなたの中に教会とイスラエルがなければ、そこ祝福を、神様の祝福を与えることができません。教会が良い状態でなければ、あなたの働きは虚しくなってしまいます。なので私たちの祝福というのはイスラエル、または本当に教会から来ます。第二
この、6節、あなたの子らの子たちを見よ、イスラエルの上に平和があるように。あなたの子孫たちが、繁栄祝福されるために、この3代3世代あなたと共にいる、あなたの子らと子らの子たちを、この6章のこの御言葉はどのように私たちは考えればいいのでしょうか。なぜこのようにこの箋が書かれたのでしょうか。一節では、幸いなことは、すべて主を恐れ主の道を歩む者は、これ霊的な法則です。霊的な法則というのは皆に適用できます。この霊的な法則というのは、まず主を恐れること、そして一生懸命働くこと、そしてそれらの者たちは祝福を受けると、主の祝福はこのようにしてみんなに下るのです。ある者たちは、他の人々を祝福されているのに自分を祝福されていないと感じる人々もいるでしょう。しかしこの御言葉で私たちは信じなければならない。もしかしたらあなたはプロセスの中にあるかもしれません。本当に心から信じていなければなりません。これが真理です。主を恐れる者は、主に従順する者、そしてちゃんと働く者は必ず祝福されます。そして見よと命令形で書かれています。イスラエルは 主によって主の選びの民です。で、彼らは主によって訓練されたものです。で、この小さい部族から大きな国になりました。そして教会を見よと、あなたの子らの子たちを見よ。神说不讲这么多了，神话我唔讲咁多了，你就好好看。この自分たちの目で見ようと。就系咁样，你会看到儿女的儿女的。你会见到你儿女嘅儿女。あなたは満足を得るでしょう。你会满足的，你会满足的。这样的结局呢，不是部分人才。この一部の人に与えられたものではなくて、私たち全員に与えられたものです。もしあなたの神を神とするなら、あなたは大きく祝福されます。神様が私たちを祝福されるあ助けてくださるように祈りましょう。そして賛美していきましょう。これで今日のメッセージ終わります。主、あなたは私たちの神です。あなた以外には私たち良いものはありません。皆さん主に賛美しましょう。
天の父よ、感謝します。あなたには祝福があります。私たちの祝福はあなたから来ます。主、感謝します。賛美します。皆さん声を出して主に賛美しましょう。主に声を上げて賛美しましょう。賛美しましょう。感謝します。主よ、あなたは私たちの祝福です。私たちの良いものはあなた以外にはありません。私の、あなたの。
主、感謝します。賛美します。私たちの人生に、私たちは今オンラインでも家でもここにいるでも、私たちは神様がいれば私たちは大きく祝福されます。私たち心には神様がおられる、そして神様は私たちの助けになること、本当に感謝します。私たちは主の子供たちになること感謝します。主、感謝します。賛美します。もし私たちの人生にあなたいなければ、私たちは虚しい人生になります。私たちの人生には主がおられるから、あなたは私たちの人生の一番最優先の位置に置けば、私たちは祝福されます。主、感謝します。あなたは私たちのこそ、 あなたこそ私たちの神、感謝します。私たちあなた祝福の家に入るように助けてください。主を恐れ、主の道を歩むすべての 人は幸いになります。あなたこそ、あなたがその手でどうした実りを食べること、それはあなたの幸い、あなたへの恵み。あなたの妻は家の奥でたわわに実るぶどう木のようだ。あなたの子供たちは食卓を囲むとき、まるでオリーブの若木のようだ。主、私たちは祝福されるのはあなたを恐れ、あなたの道を歩むことです。私たち頑張ったことは、主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しくなります。主、私たち祝福されるのはあなたこそおられるからです。あなたは私たちの祝福の源です。感謝します。私たちあなたを信頼する日々には、私たちを導いてくださること、感謝します。兄弟姉妹の皆さん、あなたは主を恐れているかもしれません。主の道を歩んでいるかもしれません。頑張ったかもしれませんが、あなたの人生にはまだその尋常な状況になってない、幸せにはなってない、困難の中で
あるかもしれない。しかし主は今日あなたに語ります。子供よ、私がいます、私がいます。皆さん、主の御言葉の中に入りましょう。詩篇128編の1節から4節、私たちみんなに語った言葉です。私たちこの言葉を受け取りましょう。主の御言葉を受け取りましょう。主の祝福を私たち受け取りましょう。主の御前に来て、私たち主の御言葉の中に入りましょう。主、私たちは信じます。主を恐れ、主の道を歩むすべての人は幸いなことです。主、私たちの手で労した実りを食べることができることを宣言します。私たちの家に、私たち妻、祝福されます。私たちの子供たちにも祝福来ます。主、私たちあなたの祝福を体現したいです。私たちの霊的の目を開けてください。主の祝福の道に入るように、主、私たちは宣言します。あなたの祝福の中にあること、私たちの魂開きます。見よ、主を恐れる人、確かにこのように祝福を受けます。皆さん立っててください。私、霊の中にこの言葉を宣言しましょう。私たち宣言しましょう。私たちの手の労した実りを食べることができますように、主の御言葉を宣言しましょう。
見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受けます。見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受けます。私たちはそのように宣言しましょう。私たちの祝福は主から来るです。エルサレムから来るです。兄弟姉妹の皆さん、ここにいるコワーカーたち、エルサレム、そして教会のために祈っていきましょう。私たちの牧師先生はエルサレムと良い関係を持つことを主に感謝します。私たちは祈りの中でエルサレムと教会を祈りで捧げましょう。1月から6月誕生日の人たち、教会のために祈ってください。そして7月から12月を誕生日の兄弟姉妹たちはエルサレムのために祈っていきましょう。主よ、賛美を捧げます。私たちは教会で、この命の木の教会で、私たち植えることができまして、そして立て上げることができまして、祝福を体現することができることを感謝します。主、私たちは教会とそのエルサレムとつながります。私たちにエルサレムの心を愛する心を与えてください。イスラエルを愛する心を与えてください。私たちは、私たちの人生に、私たちの命の限りにエルサレムの慈しみを見ることができるように、そして私たちの子供の子供が見ることができますように。主、感謝します。賛美します。イエス様の皆によって祈りします。アーメン。主に感謝します。オンラインの兄弟姉妹、ここにいる皆さん、祝福を受けましょう。イエス様の皆によってモーニングディボーションに参加している兄弟姉妹の皆さんを祝福します。あなた、主を恐れ主の道を歩むなら、主は必ず128編の祝福をあなたに与えてくださいます。あなたは手で労したこと、主がもっと多く祝福されます。あなたは自分のどうした身を食べることができます。あなたの人生に全てのこと、大きいことでも小さいことでも全て尊重になるように、結婚した兄弟、あなたの結婚は幸せになりますように、あなたの配偶者と良い関係を持つように、子供が良い子になりますように、そして両親に
愛することができますように、シングルの兄弟姉妹たち、あなたに神様から良い結婚を与えるように、そして私たちは教会を愛し、イスラエルを愛し、そして神様は約束した平安をあなたに与えます、喜びを与えます、尊重を与えます。そしてあなたは自分の子らの子たちを見ます、霊的な子供たち、たくさんの世代を見るようにあなたを祝福します。アブラハムとのように祝福されるように、あなたもそのように祝福されます。イエス様の御名によって祝福します。アメン。これで今日のモーニングディボーションを終わります。